ミコシガヤカレックスニューロカルパマキシム1859はカヤツリグサカスゲ属の植物。丸っこいコボを密集した水上につけ、その基部のツトの2から3枚が特によく発達する。束になって生じる多年生の草本。根茎は短く茎を束状に生じる。家計は高さ20から60センチメートルで全体に滑らか。断面には 鈍い量がある。葉は、家系より長く伸び、幅は2から3ミリメートルで滑らか。色は、黄緑色。木部の鞘は、暗褐色となっている。花期は5から7月。果序は、家系の先端に一つずつ生じ、長さは3から8センチメートル。柄のない小棒を15から25個、水上につける。小棒はたまえに密着して生じ。 カジョの形はほぼ円柱状でその幅は1センチメートルほど。ただし、カジョの先端に向けてやや幅が狭くなり、全体では狂乱形をなす、とも。コア当初は緑色だが、成熟時には暗赤褐色になる。コボはすべて有刺性で、先端部に少数の大花がある。コボの長さは4から8ミリメートル、休憩に近い形をしている。 ほぼの基部から出るとには鞘がなく、用心部は養状で長さが5から15センチメートルまでだが、果女の先端近くでは輪片状となる。養心状部は長く、果女の基部のものほど長いが、特に一番基部のとに2から3枚は特に長く、それに開け出して横に伸びるためにとてもよく目立つ。お花の輪片は緑白色で先端に短い棒状突起を持つ。 メバナ輪ペンは、卵形で、長さ 3.5mm、全体に、半透明だが中央部は、暗褐色から栗褐色に色づく。また先端は突き出し、長めの棒状突起で終わる。下方は、長さ3.5から 4mm で、メバナ輪ペンより長く、形は、卵形で、断面は片面が扁平で反対側の中央が、盛り上がったレンズ状、表面は、滑らか。 両の間には多数の脈がある。先端に近づくと急に狭まって長めのくちばし状になり、そのまた先端の口はへこんだ形となっている。その先端部近くから下方本体の中部あたりでの円には平らに伸びた広い翼があり、また基部付近は海面上に厚く膨らんでいる。また表面に赤サビ色の斑点がある。痩せ川楕円型で長さ1ミリメートル。 ゆるく下方に包まれている。中東は二つに避ける。和名は三がやで下水の形に基づくものである。日本では本州及び伊豆諸島の八丈島に分布する。日本以外では東アジアの北部から知られる。なお、国内の分布はかなり局地的であり、具体的には、例えば岡山県のこの群を扱った星の他には、 近畿地方移動との表現があり、岡山県内での記録を記するも造成工事の際に、県外から土砂に混じって持ち込まれた可能性に言及している。近畿地方においては、2001年の情報によると、ここでは、各府県をそれぞれ少数の区分に分け、そのどこに見られるかのみが記されているが、本州の場合、どの府県でもそれぞれ一つの地域でのみ見られる、となっており、 その分布の偏在ぶりがわかる。菅の会は全国の標本に基づく分布記録をまとめたものであるが、これによると本州の記録されている本州の都府県は北東側では岩手県から南西側では岡山県までに及ぶが、そのうちで記録があるのは17府県のみ、さらにそのうちの7つの県では記録は1カ所のみである。複数回の記録があるのはほぼ、 関東地方に集中しており、他には宮城県と大阪、京都に集中した記録がある程度である。したがって範囲としての分布域は本州に広く、しかし実際にはその大部分の地域で滅多に見られないという状況があるらしい。平地のやや湿った草地に生え、例えば勝山は具体例として河川敷を上げ、薪の原地は他のあを上げている。 本種を判断源の植物であるとする見方もあり、つまり頻繁に増水などで現れるような環境に出現するものということであるが、同時にそれ以外の環境、乾燥した街中の増生地などにも出ることがあるという。補服形を出さず、コボは有刺性で柄がなく多数を水上につけること、下方に翼があり、また木部か海面質に飛行すること、 中東が二列するなどの特徴から勝山は本種を、ミノボロスゲブイアルバトなどと共にオカワズスゲブシセクト、バルパイニーとしている。日本にはこれに所属する種が5種ほど、それにキカ種も3種ほど知られているが、それらはいずれも、小カの角があまり発達せず、ほとんど目立たないことで容易に区別できる。また下方の上半分に幅広い翼を持つこともよく、わかる区別点となる。 似たものとしては、星の多は、ミノボロスゲ、ツクシミノボロスゲ B、アイバタバリエーション、フランチャディアナを挙げているが、蒸気のような特徴で、はっきり区別できる。同じ節には、和名の上でよく似た、ヒメミコシガヤシリビッシマもあるが、むしろ、これらの種に似たもので、より本種に似ている、というものではない。他の節で本種のように同型の小棒を、多数つけ、 コボカの法要が発達したものとしては、マスクシャカレックスルギベアやヤブスゲシーロチェブラニーなどいろいろ、あるが、コボが密集して生じ、キブのツトが特によく発達していることなど、一見して本種に似たものはないようである。環境省のレッドデータブックには取り上げられていないが、都府県別では、新潟県、群馬県、東京都、それに近畿地方の全府県で何らかの指定がある。 特に、三重県、和歌山県では絶滅危惧愛類という強い指定となっている。蒸気のように河川時期などによく出るものであり、頻繁に柑乱が起きる環境を好むために、定期的な草刈りなどの管理が必要であり、また逆に河川時期の回収などによって、その生育地が破壊される危険性も問題視されている。以下、種として、 星のほか、P94 勝山、P54 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 大橋ほか編、P303 牧野玄著、P331 勝山、P54 牧野原町、P331 勝山、p 5四勝山、P54 牧野原町、p 三十一勝山、p 十四大橋ほか P304 星のほか、P40 レッドデータブック近畿研究会、P136 以下もすげの会、P63 から66星のほか、P94 京都府、レッドデータブック2015万2021、例語、28閲覧日本のレッドデータ検索システム、2021年5月25日、閲覧京都府、レッドデータブック2015万2021、例語、 28閲覧ありがとうございます。